某韓国アイドルさんが番組中に鼻が崩壊いたした動画がネット上を震撼させています。この状態が普通の状態なんですけれども、ちょっと鼻を噛むような仕草があって、その後ですね、よく見てください、これ。こんな感じに。 花が崩壊いたしておりますとこれあの花粉症だから鼻をアロンアルファで閉じてるタイプのアイデンティティではなくてですねえー、っとリアルに、えー、一般的にこう鼻アロンアルファ現象っていう成形の失敗 ファイの後遺症によく酷似しているということなんですよねで、この可能性があるということで今回あの地雷踏むタイプの成形ちょっと発表していきたいと思いますこれです地雷踏むタイプの成形ですねこんな感じえっとワンデー小鼻縮小とかワンデー系切らない系ですねあと鼻先のヒアルロン酸60分で終わる微中核延長 オステオポア、オステオポールですね。あと、G メッシュ。そして、A 式微線縮小と称されるもの。あとは、肥臓軟骨単体での鼻先の移植とかですね。えー、こういったタイプはですね、まあ、鼻アロンアルファ状態とか、その他の後遺症にな,なりやすいということが、まあ、言われていますと。で、えー、この症例写真ちょっと見てほしいんですけど、 これどう思いますかあの、これ見てやばいと気づけない人は、花土砂崩れ予備軍です。はい。具体的な整形のご相談は下の概要欄のメールフォームからお送りください。